めちゃめちゃそんな感じないですね。ああ、やっぱりあの途中の気になったところだけですか、ワンポイントだけ。はい、はい、早く出たい。本当になんかね、あったかい空気と冷たい空気が今混ざってる。タルクのトンネル。そっか、ライトいるよね。はい、トンネル歩きましょうか。俺はできに往復してさらにもう一回なんて上は上で別に行くんだと思ってたもん。それ先行って。いやだから俺はあんた今日めっちゃ歩くの頑張るなって思いながら聞いてたよさっき。知らん間にあんたが前になってる。まあ見ればいい。でもなかったな。降りたら。まあ評判では最強っていうなんていうの文字がやたら目につくっていうのは。データ見るか。手でスプリンだな。で最強だからさ。あれから何か修行したんですか。あのこの間の敗北から。敗北から。俺は徐々に上げないと一気に上げて。そしたら綺麗に上がらない。でさっきもそうやけど、これに来ると必ずあれだよね。どっかで反響がなくなるんだよね。そうね、今この暗いエリアに入ってから、エリアに入ってから反響が切れたり、出たりするね。これ一番なんか、今一番俺がフラフラしてる。うん、なんか俺もフラフラしてる、なにこれ。なんか酒飲んだよ。うん、一瞬なんか足元おぼつかなくなったけど、俺も。そう、俺、今ね、背中をこうやって下げちゃう。俺今左右に揺れた感じだった。暗くてバグってるだけなのかな。違う、完全に後ろから押さってる。はよ帰れ。どうしよう。あ、切れた、軽くなった。ほう、なんだ、サガンだってわけねえわな。サガンなんだろうかな。あのトンネル、あの暗い中だけ不思議やったね。なんかフラッとしました ね。やばい。ほんとシャッター切れないと切れないね、これ。暗いだけ。こっちはあれだね、意外と寒くないね。確かに俺らが寒さに慣れたのか。違うと思う、分からん。トンネルの中がぬくいのか。そっか、でも出口近いね。さっき手がかじかんだのにな。なあ、来た。
車をすぐにチェックだ。あれ、こっちあったっけな。あれ、こっちあったっけな。トンネルの外に出たら寒くなる感じか。動いたら暑いのかな。慣れじゃないか、やっぱり寒さに対する。いや、あったけえぞ。あ、空がいい感じに暗くなりました。死んで日和やね。全然気づかんかった。あなたちょっとここで霊感発動させてほしい。なんかヒットする。ここおお、夢に見た廃墟。廃墟。はい、ではね、ちょっとね、ここにね入ってみたいと思うんですけど、なかなか入れそうもないんですよね。邪魔します。誰かいましたら顔を見せてください。